皆さんこんにちは、こんばんは。ケニーチャンネルのケニーさんです。今日はですね、対馬の南楽園に来てみました。はい、ケニーさんですね、南楽園初めて来るんですよ。子供の頃にちょっと来たことなかったので、で30年ぶりにですね、宇和島に帰ってきて、今回初めて南楽園に行ってみました。はい、南楽園の周りにもいろいろ施設があるみたいで、これ対馬トレイランド近くにですね、本格的なゴーカートの施設もあるみたいですね。はい、で併設してファミリーパーク、南楽園ファミリーパークもありましたので、ちょっとだけ外から覗いてみました。小さいお子様がいるご家族とかはすごくいいんじゃないかと思いますね。こういうのあるの知らなかったですね。ケリンさんが子供の頃もあったんでしょうか。いやー、いい感じですね。はい、あ、で小さなゴーカートもここにもありました。はい、息子を連れてきたいですね。ちょっと残念ながら神奈川にいるんですけど、はい。それでは南楽園、今回の目的の南楽園の方に向かっていきます。ちょっとですね、おじさんたちの団体が、あの観光バス3台ついてたので、結構な、100人以上ぐらいの団体だと思うんですけど、結構にぎわってました。で入園料は310円ですね。大人が310円、子供が150円になってます。はい、安いですよね。はい、で中入っていって、いよいよですね、お庭がこちらです。めちゃめちゃ立派なんですよ。すごく綺麗にですね、あの植木とかも手入れされていて、はい、これ本当に310円でいいのかなと思いました。はい、こちらの池と、はい、景色も素晴らしいですよね。紅葉も始まっていて、はい、これちょっとですね、日差し強く見えるんですけど、涼しくてですね、もう本当に気持ちが良かったです。はい、南楽園という名前ですけど、はい、本当に楽園に来たのかと、はい、ちょっと天国に来ちゃったのかと思うぐらいですね、これ大げさじゃなくて本当にですね、気持ち良かったです。はい、いや雰囲気も良くて、はい、紅葉も所々ですね、オレンジとか赤に染まっていて、カモもいっぱい泳いでました。本当に気持ちよかったです。何回も言いますけど、本当に気持ちよかったんですよ。はい、景色がいいです。はい、で下にカモが泳いでって、これ後でちょっと別撮りしたんですけど、はい、カモがちょっとどっか行っちゃってですね、3匹しか、4匹かな、しかちょっと撮れなかったんですけど、はい。で、ちょっとですね、園内を一周ぐるっと歩いていきたいと思います。はい。大体ですね、10分から15分ぐらいで一周できました。はい。いや、気持ちいいし、景色はいいし、ちょっとですね、はい、あ、これ振り返って並木の通りをですね、見たんですけど、いや、綺麗ですよね。はい。ちょっと本か何かを持ってきて読書とかしたかったですね。はい。最近ちょっと編集とかが忙しくて本も読めてないので、こういうところですね、のんびり本でも読めたら幸せだなと思いました。はい、でこれちょっと裏側の水門なんですけど、はい、でもこの辺りも綺麗にですね、整備されてました。はい、でこの何でもないような橋もですね、ちゃんと作り込まれていて、はい、本当にですね、綺麗で気持ちがいい庭園なんですかね。はい、南楽園本当に良かったです。はい、でここボートとかですね、あと鯉の餌とかがあって、これちょっと後で買おうと思ったんですけど、あと海の家、雨小屋みたいなもんですかね、あの漁具とかを置いたりする小屋を再現したのか移築したのか、はい、これも良かったです。はい、でお魚のですね、石像があって、これ道の駅の三馬にあった石像と作者同じなんですかね、似たような感じですけど、はい、いやここも気持ちが良かったです。ちょっと時間がなかったのが残念でした。本当にこれで310円は値打ちだと思います。でですね、ケニーさん、鯉の餌を買い忘れたんですよ。さっきの海の家に入ってですね、中見てたらもう完全に忘れてしまって、
帰ってから気づいたんですけど、はい、鯉の餌あげ忘れました。これ右左迷って右に行きましたんですけど、やっぱりですねちょっと引き返してます。はい、で、はい、ここの通りも、はい、気持ちよかったです。で、なんだかんだですね元の場所に戻ってきました。はい、ここは休憩所、トイレとか、あとお土産屋さんとかもありました。はい、ここなんかお土産屋さんですね、ちょっと食堂でイートインのスペースもあります。はい、お土産もいろいろと充実していました。はい、こんな感じですね。で、あと盆栽店やってたんですよ。はい、盆栽もいいですよね。ケニーさん盆栽やりたいなと思うんですけどね、なかなかですねちょっと専門的な知識もなくて。はい、いいですよね、立派です。これ柿の木とかも可愛いですよね。中にちょっと入ってみたい感じがするんですよ。これ幹が太くて立派ですね。で、ちょっとですねケニーさん大賞を決めたいと思います。これではなくてこちらですね。はい、この作品をケニーさん大賞に決めたいと思います。おめでとうございます。はい、何もないんですけど、はい、これですね本当にこれこの中入って遊んでみたいですよね。はい、で、書いてですね、ちょっと差し入れに覆面をいただいたので、この間の生配信でもちょっと質問があったので、はい、これが覆面ですね。はい、こんにゃくを上にですね、薬味で隠してある感じですね。はい、これ美味しいんですよ。早速食べてみましょう。それじゃあ、いただきます。うん、うん。あ、美味しい。普通に美味しいですよね。うん、美味しくない理由が全く見当たりません。うん、これ日本酒とかあったら最高ですね。焼酎のソーダ割りとかも良さそうですね。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございました。はい、ということで、よかったらグッドボタン、あとチャンネル登録をお願いします。あとメンバーシップも始めました。これもですね、よかったら概要欄チェックしてみてください。ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ケニーさんでした。